アメリカの投票集計システム提供企業。2016年業界シェア率で、カナダ第1位、全米第2位。社名翻訳が一定しておらずドミニオンボーティング、システムズ、ドミニオンボーティング、ドミニオン集計システム、ドミニオン投票システムズ、AFP などがある。また、使用例は少ないながら、DVS との表記も見られるが、最も多い使用例は略称のドミニオン社である。 なお、ドミニオンは英語で自治療を意味する一般単語であり、他にもドミニオンと略される企業等が存在するため略称使用時には留意が必要である。このページでは便宜上ドミニオン社を使用する。ドミニオン社は2002年にカナダのトロントにてジェームズ・フーバーとジョン・プロスによって設立された。カナダで投票の自動集計システムを提供する。 企業自体が珍しく、芝叩く間に、業績は拡大。2010年5月19日には、米国最大の投票機メーカーである、エレクションシステムズソフトウェアを買収し、米国市場への巨大な足がかりを得た。なお、これは、シェア60%を握っていた ES&S 社が、前年の2009年に、プレミア社を買収した後に、米国市場を独占する、シェア率であり、 独禁法違反状態であると、米司法省から判断を下されていたために ES、ES&S 社がやむを得ず売却命令に従って、プレミア社を手放したものである。このプレミア社を手に入れたことで、ドミニオン社は多くの工学スキャニング技術も手に入れた。さらに、同年2010年6月4日には、米カルフォルニア州のセコイアボーティングシステムズも、買収指勢力を伸ばした。カナダを基盤に、 米国で急速に勢力を増したドミニオン社は2016年米国大統領選挙時点には1600の管轄区域で7000万人の投票を集計する勢力にまで成長した2021年の米大統領選に関してトランプ陣営からドミニオン社の商品に関する不正選挙疑惑をかけられている2021年3月26日ドミニオン社は FOX ニュースが 根拠のないまま選挙不正に加担したと報道し続けたとして名誉毀損で訴えた。損害賠償の請求額は16億ドル。ックスニュース側は法廷で争うとコメントした。ドミニオン社はカナダとアメリカにて投票に関するハードウェアとソフトウェアを発売している。下記商品は2020年11月22日、現時点での公式ホームページに掲載された。 商品ラインナップである。デモクラシー・スイート・エレクション・マネージメント・システムは、あらゆる選挙シナリオに対応する多彩なソリューションが、この選挙管理システムである。略称は EMS。名義はないもののデモクラシー・スイートは、公述全商品の統合パッケージだと推測され、EMS は、その管理部分だけを示している、可能性がある。2020年11月23日時点での、 デモクラシー・スイートの米国選挙支援委員会に提出承認された最新版はデモクラシー・スイート5.5である。選挙の構築、投票と集計、集計とレポート、選挙の監査までを行い選挙プロジェクトを構築するための必要な全てのツールが揃っているとしている。地区、候補者、投票場所、ハードウェアのインポート、エントリー、追跡を管理。 ニーズに合わせてカスタマイズする広範なオプションを提供。投票レイアウトの自動化が可能で、オーディオ投票にも対応している。また、集計やレポート送信機能も備えており、物理データ転送を使用して、またはネットワークを使用して、データベースに登録する集計機能も保持している。カルフォルニア州政府公式サイト上には、 2020年1月15日版の詳細なデモクラシースイートバージョン 5.10CA-11 のユーズプロシージャーズの516ページに及ぶ PDF マニュアルが掲載されていて事実上の全商品の詳細使用書と同等の記載になっている。EMS のハードウェアレベルでの実装はデルプレシジョン T3430 ワークステーション。 およびデル R640 サーバーであり、これに、口日の各種システムを組み込んだものと推定される。イメージキャスト X は期日前投票システムである。略称は X。直感的で投票者が使いやすいのを売りにしている、X の2020年1月15日カルフォルニア版の、標準構成は、標準量産品の Android 端末に 2GB RAM。 32GSSD に HP レーザージェットプロ402ドニー。標準インターフェースに USB スティックウィズイレクションファイルズ、プリンター、スマートカードリーダー、AVS デバイスとなっている。イメージキャストプリシンクとは投票用スキャンシステムである。略称は ICP。およそ10万台を超える台数が使われているとしている。同社の主力商品である。 2020年11月22日時点での ICP の米国販売業者での表記価格は1050ドル。株投票箱パーツは折りたたみ運搬が可能らしく、投票箱組み立てと上部スキャナ取り付け、設営方法の動画を販売会社が動画公開している。公式ホームページには記載内がバージョンがあるらしく、イメージキャストプリシンクト2の記述が、 カルフォルニア版 PCD の P22 に記載が見える。それによれば、ICP-2 の標準仕様は、Linux Operating System NXP IMX6 Dual Core Processor を搭載し、SD カードスロット搭載、5.7LCD タッチパネルに、プリンターとして、インターナルサウマルプリンターの記載が見える、ドミニオン社の商品イメージキャストプレシンクと、 イメージキャストエボリューションはオールインワン工学スキャンタビュレーター投票マーキングデバイスである。略称はアイス。2020年現時点で完全統合投票マーキングデバイスとしては市場で唯一のオールインワンモデルだとドミニオン社は記載している。プレシンクトの上位最新機種に該当する。OS は Linux オペレーティングシステム。 CPU は MPC8347E、パワー PC プロセッサー、18.5インチのタッチスクリーン LCD パネルを持ち、手が不自由でも簡単なタッチパネル操作で、投票用紙を印刷して投票できる他に、目の不自由な人でも、音声操作にて、投票印刷可能なシステムを実装可能である。イメージキャストセントラルは、中央集計システムである。略称は ICC。 三種類の選挙スキャナーと互換性があり、選挙管理人が中央カウントプロセスのために必要な機能すべてを揃えており、この一台で集計集約することが可能だとしている。ICC の二千二十年一月十五日、カルフォルニア版の標準構成はハードウェアが d e 三千五十オールインワン PC ワークステーション、OS が Windows 十プロバージョン千八百三六十四。 ビット、インターフェースに1ワイヤーイブットンリーダー、コンパクトフラッシュカードリーダー、スキャナー、接続スキャナーが、カノン DRG1130、カノン DRG2140、カノン DRX10C、インタースカンハイプロである。オプションソリューションは、蒸気商品に付与できるオプション集である。イメージキャストアジュディケーションイメージキャストアジュディケーションは、 投票用紙に不正がなかったか審査する審査ステーションの自動化システムである。選挙管理人はこのシステムを使って選挙審査を大幅に自動化できコスト削減ができるとしている。イメージキャストリモートイメージキャストリモートは統合海外市民不在投票法リモートアクセス可能な郵便による投票に対応したシステムである。モバイルバロットプリンティングモバイルバロットプリンティングは モバイル投票印刷アプリケーションを使用すると、いつでもどこでも、簡単に投票用紙を印刷できるソリューションである。ランクと、チョイスボーティングランクと、チョイスボーティングは、候補者表示システムである。候補者を、ランキング形式でわかりやすく表示するシステムである。バロットオーディト、レビューバロットオーディトレビューこれは投票監査レビューである。選挙を監査して、認定された。 結果の正確性を保証する機能である。オートメイテッドテストデックス。オートメイテッドテストデックスは選挙の正確性を確認するためのテストプログラムである。ランダムに投票用紙を作成し、テスト読み取りさせることができる機能である。ありがとうございます。